みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回の動画はモンスターハンターライズの総中後エキスを分かる範囲で全て検証してみました。まずは赤エキス系を確認していきます。その前に基本となるダメージをメモします。抜刀攻撃で伊豆市に27です。そしてオルタロスが29です。これを基準に確認していきます。まずは攻撃力のアップがあるか確認をしていきます。イズチへのダメージは27でした。オルタロスも29で攻撃力アップはありません。では赤単体では何が起きるのか。それはモーションの変化です。例えばジャンプ切りのモーション、攻撃は1回です。赤エキスがある場合にはいろいろな攻撃で手数が増えます。そのため実質攻撃力アップと言えるかもしれません。赤エキスの効果時間を確認しています。効果は1分でした。次に橙色の効果です。過去作では攻撃中のひるむ軽減と防御力アップでした。まずはエキスなしの時ですが、 X でも A の攻撃でもひるみは発生します。次にエキスありの場合です。攻撃モーション中のみひるみが軽減されています。防御力アップに関しては体験版では防具の防御力もあり、確認が厳しいので製品版で確認を行う予定です。次に効果時間の確認です。効果は2分と結構長いです。次に白エキスです。前作では移動速度アップとジャンプの高さが上昇でした。今作では移動速度は上がっているものの高さは変わらないように感じます。次に効果時間を確認します。効果時間は1分30秒でした。次に赤と白を確認していきます。過去作では赤と白単体の効果に加え攻撃力アップがつきます。イズチへのダメージは29、オルタルスへのダメージは32でした。倍率は赤に比べ 1.074 から 1.1 で、おそらく過去作同様 1.1 倍と思われます。効果時間は特になく赤と白の個別の時間で終了します。赤プラス橙は特に変化はありませんでした。ダメージも全く同じです。次に白プラス橙です。過去作では防御力アップのほか混合体が発動しました。混合体とはシリーズにより若干異なりますが、ひるみ軽減、耳栓、風圧の恩恵があります。しかし風圧無効はありません。次に方向です。こちらは恩恵がありました。そして防御力をご覧ください。変化がないように見えます。これは先ほど橙で述べた通り体験版の防具の性能による可能性があります。ひるみに関しても通常時の軽減はありません。単色の橙の時と同様攻撃時のみとなります。最後に3色を確認します。まずは攻撃力から。オルタロスへのダメージは33でした。イズチへのダメージは31です。倍率はおそらく 1.15 倍と思われます。風圧に関しては無効はついていません。
防御力に関しては若干の差が見られることから恩恵はあります。しかし体験版では倍率までは分かりません。ひるみ軽減に関しては通常時はありませんでした。こちらはおまけですが、心眼効果はないことも確認できています。次に効果時間です。3色の場合は他の単体と違い専用の時間がスタートします。3色目を集めた瞬間から効果時間がスタートするというものです。効果は約90秒です。以上が今回の検証結果となります。検証結果をまとめたものがこちらです。それでは前作までと比較してみます。まず効果時間ですが、3色以外は軒並み下方修正です。アイスボンでは上方修正されており、修正前と同じです。そして風圧への耐性がなく、攻撃時のスーパーアーマーのみと混合体は廃止されています。攻撃力アップに関しては前作の情報修正のままです。ただし今回の検証でも少数点の処理によっては変わる場合もあります。例えばエキスなしの場合、伊豆地は27ですが、シャゴニの場合 27.4 でも27の表示です。すると最も小さい倍率はこのようになります。伊豆地の場合 1.04、 オルタロスの場合が 1.07 となります。 1.07 を下回らないことはオルタロスでわかるので可能性はかなり低いですが、ワールド初期の 1.07 倍もあり得ます。同様に3色の場合は最低が 1.11 倍で、ワールド初期の 1.12 倍の可能性もあり得ます。防御力アップについては過去作では 1.08 倍ほどですが、先ほどお見せした通りおまけ程度の効果です。逆に良くなった点は白エキスとエキスなしのジャンプが同じぐらいで、そこまで大した影響ではありません。主観としてはなぜこうなってしまったのかという印象です。混合体がないならせめてエキスの時間をアイスボンと同じにしてほしかったです。今回検証した内容以外にエキスの恩恵があるかもしれませんが、分かる範囲で検証は以上の通りです。製品版では修正されることを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひこちらの動画もご覧ください。